ちは、こんばんは、おはようございます。チームへようこそ。今日はあなたにはどんな出会いが待ってるでしょうかという感じで、猫タロット、スターエターナルタロット、鳥タロットの中から一つ選んでください。あなたに待ってる出会い、その出会いっていうのは恋人だけではなくビジネスの出会いかもしれないし、友達の出会いかもしれないです。あなたに待ってる、出会いという感じ。猫、スターエターナル、鳥で、まず猫さんからいきたいと思います。出てこい。はい、あなたに、あなたに待っている、もう泣かないで、今あなたを探してる人がいるから、お前に会いたいよと。目と目があったらミラクル、永遠を感じ始め、では過去はどうだったんでしょう。あなたの過去は、これはなんだ、本当わかんない。これなんだろう。めったに使わないタロットなので、これは。あ、わかりました。はい、これはこれね、ライダー版の亜種で、トート版は福知のプロなんですけど、ライダー版ね、素人に毛が生えたレベルなんですけど、これはジャッジメントっていうかライダー版のカードですね。なので過去はなんかもう本当過去の別れ結構つらかったね。うん、なんか血みどろの裁判沙汰になるような別れ方をしちゃったよねみたいな感じ。どっちが悪いか、どっちが正しいかみたいな。はい、で今はいい感じで愛の種が咲いてます。今いい感じで愛の種が咲いているんですけども、まだ収穫の時期ではない感じですよね。なのでもうちょっと待つといい出会いがあるような感じですよ。だって未来はダカダンダカダンダカダン。エースオブソードなので、未来ビビ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 ビって、目と目が合ったらミラクルみたいな直感。もうなんだろう、女の人ってさ、あ、この人なんだって見た瞬間にわかるじゃん。そういう、あ、この人なんだっていう出会いがあなたには待っています。でキーワードだからね、キーワードはもう本当自己犠牲とか自己憐憫とかそういうのにハマってちゃダメだよっていう感じ。自分は不幸で自分はダメな人間だとか思ってると、やってきた恋愛とかやってきた出会いも逃げてっちゃうから、もっと華々しく行こうよ、自分を責めちゃダメだよっていう感じで。あなたの周りはどうですかっていうと、
チャリオットなので、あなたの周りの人たちは結構あのどんどんあの恋愛をあのなんだろうあの勝ち取っているよね。あの狙ったえもうデレレレレうデレレレレうデレレ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 レうららうららうらうらで爪を切り切りでもだあなたはなんだろう一個前の恋愛でちょっとやばいくらいに打ちのめされすぎちゃってるよ。打ちのめされすぎちゃってるからそれをどうにかしないと次出会ってもダメだね。だからちょっと待って最終結果見る。ダカダンダカダンダカダン。最終結果は悪くない。エースのペンタクルだからあの過去の辛かった恋愛を一度捨ててください。で過去の辛かった恋愛をいつまでもくよくよと悩まないでください。そしてあなた自身に戻っていってください。そしてあなたの良さを見つけていってください。そうすれば絶対にあこの人だ How wonderful, wonderful love っていうようなこの人なんだって人に巡り合うので、で巡り合った時にあなたのいけないところはこの先こうやって失敗するんだろうな、この先こうやって振られるんだろうな、この先こうやってね嫌われるんだろうなっていうのが先に立っちゃうんだけど、そうじゃなくてもうあのもう体一つであなたの良さでアタックしていけよっていう感じ。あんまり考えるなみたいな。フィジカル I wanna go physical っていう感じで、頭で考えるな、体で考えろ、頭で考えるな、子宮で考えろっていう感じですね。はい、次スターエトーナルスターエトーナルタロットを選んだ人の次にやってくる出会いはどんな感じでちゅか、どんな感じでちゅか、こんな感じなんでちゅね、ブッブッ、どんな感じでちゅか、こんな感じでちゅか、あんな感じですか、こんな感じなんですか、こんな感じなんですね、でね、はーい、見ていきまっちゅー。はい、1,2,3,4,5,6,7 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 ではあなたの過去はどんな恋愛でしたかっていうと、あなたの過去はダダダダーンダダダダーンダダダダ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 ンダンダンダダン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 。まあ結婚まで行った過去があるね。バツイチさんなのかな、わかんないけども、それか結婚を前提にして付き合ってたくらいの方がいらっしゃるんだね、過去にはね。で今はちょっと暗中模索中な、時間軸が戻りっていう感じで、なんかもうあのなんだろう、もう無理って感じで暗中模索中ですね。あのもういろいろくよくよ、自分が あの時私がこうしていればこの愛は続いていたのっていう感じね。はい、でもう次の恋愛に関してももう恋愛パワーねえぞみたいな、もう私のハートは南へ行くのよ、唇かみしめあなゆさのほないる、乾いた写真は宙に舞い上がり、なくなってくだけ、た
のねっていう感じで、ちょっと次の恋愛に向かうパワーも全然ねえぞっていう感じになってますね。ではうん、で、あなたにキーワードは、あなたはね、なかなかね、過去を引きずって、その引きずった過去から次に進めない性格なんだね。で、まあ自分では一歩一歩前に進んでるつもりなのかもしれないけど、なかなか前に進めないよね。だって牛歩戦術だからさ、っていう感じで。で、あなたの周りは今のあなたをどう思ってますか？っていう感じで見ると、これが、なんだ、ペンタクルの5だから、うん、なんだろう、あの、今のあなたは、もうなんか、あの、失敗を恐れるあまり、次に進めないでいるっていう感じ。なんか動かないでいれば大丈夫だ、みたいな感じに。なってもうあんな痛い失敗はしないぞみたいな感じになってるのね。で、あなた自身はどうしたいかっていうと、これはなんだ、ワンドの7か。わあ、もうなんか過去の恋愛のトラウマがもうあのトラウマ状態で残ってるんだね。じゃあ最終結果、最終結果いいのカード、こい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 、だからんだからんだからん、最終結果はあのさっきの猫タロットと同じカードで、ディスクの1番なので、あなたの中心に戻ってあなたの子宮で物事を考えてください。で、過去の出来事はもう捨てていきましょう。で、あなたの中心で、あなたので、あなたのもう実はあなたは実は癒されてるんですよ。もう過去の恋愛の傷も実は癒されてる。でもそれを手放すると過去の恋愛まで全て手放さなきゃいけないと思ってるから手放せないでいる。でもあなたがもう手放して、もう自分自身に戻り、子宮で物事を考えるようになった時に新しい出会いがやってきます。以上です。次はデクレン鳥太郎。タオリタロットトリ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 タロットトリ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 、はい、トリトリタロットトリ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 のトリタロット。次の出会い、でん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 、次の出会い、でんでん、ワクワクさせてよ、ドキドキさせてよ、シンポダンシング、オーマイロード。ちょっと発音が良すぎたね。 Keep on dancing Keep on dancing Keep on dancing。 はい、1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,71,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 はーい、占いの館とかで全員占ってる人すごいよね。もうね、まあ、私でもすぐ飽きちゃうから。はい、では、鳥タロットを選んだ人、過去の恋愛はどうだったの？
過去の恋愛は、カップの9なので、なんかそこそこ満ち足りたよね。あの、うん、過去の恋愛はそれなりに満ち足りて楽しかったよっていう感じで、今はページオンペンタクルなので、なんかもうほんと冒険してもいい頃みたいな感じで、もうすでに出会ってるね。トリタロットを選んだ人はすでに出会ってるね。さて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 、その先はどうなるの。ダカダンダカダンダカダン、フールフール、あれだね、トリタロットを選んだ人はもうすでになんか出会ってるんだけど、お互いのなんかツインソウルにはサイレント期間っていうのがあるらしいじゃない。でなんかフールって旅に出ちゃうから、可愛い子には旅をさせようみたいな感じで、うん、でもまだどうなるかわからないよ。キーワードは The Star。 キラッ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 スタースター、キラッ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 スタースターっていう感じで、もっとちゃんと希望を持とうよ。ちゃんと恋愛とかね、成就させるためにさ、うん、望み叶えたまえじゃないけどさ、チリチリ見てるの青い鳥ってさ、幸せをずっとずっと探してさ、すごい旅をして帰ってきたら自分の家にあったっていうね、青い鳥が。で同じように花の子ルンルンも、ルルルンルンルンルルルンルンルンルルルン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 って言って、すごい幸せを探して、幸せの沢を探して旅してるんだけど、結局帰ってきたら自分の家にあったから、もしかしたらもしかしたらトリタロット連打してはすでに結婚していて、なんか不倫したくてしょうがない人なのかもしれないですね、もしかしたらね。はい、で周りから見てあなたはデクデン周りから見てあなたはジャスティスなので、うん、法的にどうなんでしょうっていう形になってるから、今あなたはツインレイ、ツインソウル、ツインレイに出会ってちょっと燃えちゃってて、パッコイン不倫とかになってんだね。はい、だけどであなたは今の出会いがツインレイ、テンソールとの運命の出会いなんだから、法律とか不倫とかそんなの関係ないもんっていう感じで頑張ってますね。はい、では最終的にどうなんでしょうか。ダカダン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 という形で、最終的になんか最終的にまたあの元さやというか、自分のお家に戻るみたいなので、うんうんうん、このトリタロットを選んだ人っていうのはツインレイとの恋愛に今燃えてるのかもしれないけれども、うんうん、うん、あうんという感じです。はい、とりあえず言葉にしなくてメロディーで伝えたのね、最終結果なんかすごいね、素敵な未来が待ってそうな音楽だったよね。
ね、そんな感じです。はい、これをさ、例えばさ、占いの館のさとかで占ってこういう結果になるとするじゃん。で、占いの結果とかってさ、あ、それダメだねと思ってもさ、あのお客さんをさ、お客さんをキープするためにさ、なんて言うんだろうね、こういう場合はね、うん、なんか大変だろうね、プロでやってる人はね、っていう感じで。私はね、あの占いの館じゃなくて、占いは基本的に宅占って言って家でやっていたから、で何万円も取ってやっていたので、あのはっきりとはっきりと。でもこういう場合はね、この後にタロットだけじゃなくて駅とかチャネリングとかでも見ていくんですよ。あのだってね、最後ですで終わっちゃうんだったらですで終わっちゃったんだね。まあでもほぼ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 ね、最後だけど最後の答えは自分で見つけるのね、巡り続く明日のためにという形で、トリタロットを選んだ人の最終的な判断はご自分にお任せしますという感じですよね。はい、あのベッキーさんとかね、いますしね、多分、うん、そんな感じです。以上です。